大きめの紙1枚とその4分の1の大きさの紙2枚用意します。大きめの紙を4つに折ります。この時、屏風折りになるように折ります。折ったら、この飛び出ている部分をハサミで切ります。まず真ん中を1箇所、折り目のところまでパチンと切ります。そしてその真ん中をもう1箇所、ここをもう1箇所、そして折ったところ、切ったところを右、左、右、左と折り分けます。先ほどの4分の1の紙を少し曲げて、この輪の中に通していきます。上下をきちんと揃えましょう。これで仕組みの出来上がりです。真ん中に薄く鉛筆で丸を描きます。ここが最初の絵になります。下の2枚を持って引っ張ると絵が隠れます。裏にも出てきません。丸を戻すためには引っ付けて真ん中を開けます。この状態から絵を描いていきます。変身前の絵です。変身後、絵を描きます。さあ、はじめに流します。これで出来上がりです。あ、クラッカーだ。紐を引っ張ってみよう。パーン、おめでとう。